本城雄次は、鎌倉時代の小玉等の武士、通称太郎、左衛門の城。別経図では、大左衛門のとある。経図によって、雄次に関する記述は異なり、同じ武蔵七等経図でも混乱が見られる。一例として、太郎左衛門城と記述されている七等経図では、法名が、両戦だが、大左衛門のと記述されている経図では、法名を、 耳山と記述している。父親に関しても、本城太郎左門の城と記事が、父とあるが、ゆ次の三人の弟の通称が、サブロースケジ、シロウシュゲツグ、ゴロウシツギであり、二郎の通称を持った弟が存在しないことから、と記事は、ゆ次の父親ではなく、弟と考えられる。この考えに従った場合、本城朝次の子息が、ゆ次と記事、つけ しげつぐ、ひつぎとなる。そのまま系図を見れば、ゆうつぎは、いえつぐけ本庄氏の四代目にあたるが、ときじをありつぎの弟と見た場合、いえつぐけ本庄氏の三代目にあたることがわかる。考察通りであるのなら、あさつぎの三人の子息は、さえもんのじょうに任ぜられていたということになる。また、いえつぐけ本庄氏は、びっちゅうこくくさかべそうの自頭職を与えられていたため、 雄継が猿がかり城の四大城主と考えることができる。雄継の子息は本城主ではなく、昭子の方を名乗っており、再び昭子一族として西日本で活動した。その子息である昭助ふは、経図によれば、片山村、高山城、高山城を領したとある。助ふには二人の子息がおり、七郎助氏は高山城主となり、弟の姿勢は、 兄氏の養子になったと経図には載っている。市政は猿係上の上主になったとあり、昇華町から数えて、六代上主、あるいは七代上主と考えられる。経図には、市政は、文那二年、北畠樹豪剣、大納言秋吉に従い、足利高氏の出自、孔武差守諸直と合戦を行い、軍港を挙げ、官定を賜ったとある。南北朝時代、微中少子が、 南朝に属して戦っていたことがわかる。ありがとうございます。